はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。11月24日は何の日ということで、今日は鰹節の日です。あとはですね、オペラ記念日とか、その進化の日とか、和食の日とかあるんですけども、今日は鰹節の日についてお話ししたいと思います。なぜ11月24日がですね、鰹節の日かというと、まあ、1124でいい節という語呂合わせから来ております。鰹節の日についてはですね、食品メーカーの山木株式会社さんによって制定された記念日となります。山木さんによると、この日を上手な出汁の取り方をもっと多くの人に知ってもらうということを目的にした記念日となっております。この日にはですね、まあ、鰹節の切り削りの実演が行われたり、まあ、あと出汁の取り方の教室が開かれたりするなど、まあ、鰹節にまつわるイベントが開催されております。で、実はですね、日本人の食生活に鰹節は欠かせないものであり、まあ、古いものだとですね、縄文時代から鰹節が食べられていた形跡が青森県の八戸遺跡などから発見されております。701年の飛鳥時代にはですね、大宝律令が定められましたが、その中で干し鰹が献上品として指定されてました。しかし、まあ、その頃の鰹節についてはですね、現代で食べられている鰹節とはかなり違うものであって、まあ、干し鰹というか、ちょっと干物に近いものだったと言われています。まあ、現代で食べられているような鰹節に近いものが登場したのは、室町時代に入ってから、まあ、1489年の、ちょっと書物に書かれているそうで、その中に花鰹というふうに記述があったそうです。で、これが削って使うものだと書かれていたので、かなりの硬さがあり、現在のような鰹節に近いものだったということが分かります。で、まあ、そういうことでですね、今日はですね、まあ、鰹節ですね、鰹にちなんだ雑学をですね、ちょっとお話ししたいと思います。鰹節は、まあ、和食ですね、和食にはまあ欠かせないものなんですけども、まあ、実はですね、美味しくて健康に良いだけでなく、他にも様々な効能を持っているそうです。まあ、現在ではですね、ストレス社会と呼ばれていて、まあ、いろいろなストレスに悩まされる人が多いんですけれども、鰹節を食べるとストレス解消に効果があると言われています。どうしてもですね、なんか残業したりストレスたまると、こう甘い糖分を食べがちなんですけども、まあ、逆というか、まあ、糖質ね、制限っていうのも今だいぶ、まあ、皆様に周知というか流行ってるんですけども、やっぱりタンパク質を取るっていうのが一番なので、鰹節っていうのは結構タンパク質が多く含まれているのと、あと DHA ですね、これも含まれているので、まあ、鰹節を積極に食べていただくと、まあ、そういうストレス解消とかにも効果的だっていうことです。まあ、鰹節だけね、そんなたくさん食べれないんで、まあ、お味噌汁にするのに鰹節使ったりするんですけど、まあ、そのままちょっと鰹節をパラパラっとかけてみたりですとか、あと、ちょっと私は簡単にするのは、ご飯の上に、まあ、鰹節をかけて、醤油かけて、わさびをですね、ちょっとかけて、食べるとか、そういうふうな、ちょっと簡単に、取れるような方法も、ちょっと、皆さん、やってみてはいかがかなと思います。で、ちなみにというか、余談なんですけど、この鰹節の消費量ですね、全国第5位までちょっとお伝えさせていただきますと、第1位がですね、沖縄県だそうでね、1392g、なんか意外ですね、沖縄が一番ね、多いそうなんですね。で、2位がやっぱりカツオの産地、高知県、427g。で、3位が京都、366g。やっぱりこう、お出汁とか取る文化があるのかなと思うんですけど、あと4位、まあ、静岡県ですね。これもやっぱり漁港がね、あるからだと思うんですけど、あと5、鹿児島県ですね。これもやっぱり鰹節とか鰹が取れる漁港があるからかなと思うんですけども、まあ、全国の第1位から5位まではこのような状態になっております。はい。で、あとですね、
もう一つの雑学はですね、カツオは、まあ、泳ぎ続けないと死んでしまうっていうお話なんですけど、まあ、マグロはですね、結構有名なお話ですよね。まあ、ずっと泳いでるっていう。で、普通の魚であればですね、まあ、エラ呼吸をしていて、特にそんな泳ぎ続けなくても問題ないんですけども、カツオはですね、エラが小さいので、まあ、エラ呼吸だけでは酸素が足りなくなるということで、で泳ぐことによって常に新しい海水を取り込めるようにしているそうです。まあ、そんなカツオなんですけどもですね、実はちゃんと、まあ、寝ることもあるそうで、寝るときはさすがに止まるんですけども、止まるって言っても数秒ぐらいしか止まらないので、まあ、数秒しか寝ることができないそうです。まあ、カツオはですね、エラが小さいせいで、まあ、過酷な運命を背負ってしまったっていうことですね。はい、まあ、以上がですね、カツオの、雑学でございました。はい、いかがでしたでしょうか。はい、このチャンネルではですね、その日にちなんだ雑学をお届けしております。ご家庭や会社、学校でのコミュニケーションツールに使っていただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは今日も皆様にとって素敵な一日になりますように、どうぞご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。